はい、お教授です。今日はちょっと見ていただくと分かるんですけど、こちらお教授 TV、 いつもマットなかったんですけど、プレイマット実は先日購入いたしまして、しかも今ちょうどタイムリーですね。診断で人気急上昇中のベルちゃんですね、はい、このベルのマット購入したんで、こちらの開封をして、その後ですね、このマット引いた上で、こちら、先日こちらはツタヤでゲットしたシャイニー、シュリンク付きワンボックス開封したいと思います。じゃあ早速行ってみよう。ワン、うおはい、ということで、じゃあやっていきたいと思います。で買っちゃおうかなと思ったんですけど、まあ送料とかかっちゃうから、どうしようかなと思ったら、先にこちらを見つけた感じですね。よし、じゃあちょっと引いてみようか。おー、すげえ、いいね。イメージ変わるな。いいや、そんな風になってんだね。定価で売られてるから、
イシューのいいところはやっぱり、ね、バラと違ってね、確実に SSR と SR 以上入ってるってことですよね。
かの動画でね、最後に2枚枠で SLR 弾いてる人いたんだけど、これじゃないけどね、お祭りカットじゃなくて、普通にサイバーとかだったけど、最後にベルの魔王の SLR 弾いてたんで、羨ましいよね。はい、ゆっくり。ニーフ、フリ、このヨザル、フックリ、お、ボチの S、いや違う、お、ホライドンのダブル、今回ダブルエア持ってないのがいっぱい来てる。ファツ、勇気のお守り、はい、ホリザル、このジオ、ハモット、ヘイラッショー、デラカス、ウミトリオ、はい、ククリン、すごいツイッターをよくバレス、なんじゃも来ました。違うんだよな、このなんじゃもじゃないんだよな。ということで、今回なんですけど、SR、とりあえず色違いが、そうね、3枚か、通常ですね。あと SSR 以上には持ってないな、マスカーには持ってはないです。ただマスカーにかよっていうね。感じですかね。いやー来なかったね。リザー頼むよマジで。いつになったら来てくれんだ。そう考えたらこの黒煙の時マジでポケセンワンボックスでこれ引いたの相当神がかってたなと思いますね。すごかったなあれ。まあでもこれが通常っていうか、今回社員に2ボックス目なんですね、開封動画。1ボックス目の時もね、いっちゃあれなんだけど、爆死だったんだよね、本当に。まあ、せっかくこれ、ベルのプレマとか買ったんで、これを使ってね、開封動画を撮っていきたいと思います。で、またこれでね、いつかちょっとね、サイバーのね、ボックス開封をしたいなとは思ってるんですけど、なかなかもうちょい先になっちゃうかな、ね、ピカチュウピカチュウどうだった今日は。ダメだったピカチュウついてない。何ふざけてんのピカチュウ、からかってんの。だいぶちょっとムカつく感じなんで、さっき止めたいと思います。それじゃあ皆さん、バイバーイ。